日はアイス回転棒中古商品のご紹介になります。本日ご紹介いたしますのはこちらですね。一応東京マリ製のカスタム品になるんですけども、コルトパイソン PPC カスタムの中古品のご紹介になります。こちら一応フレームの方ですね、まあ、丸い製なんですけども他の部分がいろいろカスタムされておりまして、まずカートリッジの方ですね、よいしょ、はい、こちらカートリッジの方が、マーベリックフィールド製のデュアルカートリッジに換装されてますね。ちょっと見えるか分かんないですがこんなものになってますね。こちらも、アウトアバレルですね。こちらもちょっとメーカーが分かんないんですけども、おそらく、アルミ製と思われ、アルミ製と思われる、そうですね、ラウンドバレル PPC カスタムキット組み込み品になっておりますね。で、あとは、グリップの部分ですね。こちらのグリップですね、こちらが、アルタモント社製の、スーパーローズウッドグリップが、加工されて装着されておりますね。で、あとそうですね、加工がありまして、そうですね、トリガーの部分と、あとこちらですね、ハマーの部分が、塗装されてシルバー色になっておりますね。そうですね、他に一応、こちらの商品、発射機構ですね、ガスなんで、ちょっとガス入れさせていただきます。よいしょ。軽くガス入れて、一応弾は入ってないですけど、空打ちさせていただきます。よいしょ。このように空打ちと、あとは発射もできるようになっております。リボルバーのため、ちょっと初速は50前後と、ちょっと遅くなっておりますね。一応、ダブルアクションとシングルアクション、両方と、会場に搭載いたします。で、こちらの商品ですね、現在、自社ホームページにて、3774ですね、で、出品させていただいております。お値段の方が39,800円で出品させていただいております。よろしければご検討よろしくお願いいたします。以上、商品紹介になりました。ご視聴ありがとうございます。